皆さん、こんにちは。しょうまにです。今回紹介するトミカは、ナンバー34番のホンダシビックカントリーです。スケールは59分の1で、アクションとギミックはサスペンションとドア開閉になります。まあ、サイドは開閉ですね。あと、スーパースピードです。で、こちらはクロアコトミカになります。で、あと、国産ですね。日本製になります。で、こちらは英語で書かれています。こちらも英語ですね。こちらも英語です。 で、こちらが中身になります。貴重なので手袋着用での紹介になります。こちらですね。で、前はこんな感じになっています。ナンバープレートの部分には数字が書かれています。あと、これは多分エンブレムの形の形ですかね。まあ、エンブレムが 書いてあるのかなと思ったんですが書いてないですねで後ろはこんな感じです後ろのナンバープレートの部分にも数字が書かれていますで 上はこんな感じで、下はこんな感じになっています。メンダインジャパン日本製になります。で、ホンダシビックカントリーと英語で書かれています。で、ナンバーは34番で、スケールは59分の1になります。で、トミー、トミカという文字も書かれていますね。英語で書かれています。で、アクションとギミックは、サスペンションと、 左右。ドア開閉になります。で、内装はこんな感じです。 で、ちなみに、後ろの内装はこんな感じになっています。 で、走りはこんな感じですで。以上で紹介を終わります。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメント、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは失礼します。さよなら。